ボート界は2年ぶりの春到来のレース、注目のピットバナルはほぼ揃いました。ドリーム組不在、内枠には SG 初優勝がかかる3人、いかにもという総理杯らしいメンバーが揃いました。2012年 SG 開幕戦第47回総理大臣杯優勝戦が始まります。吉田はなんとかピット離れついていきまして、どうやら枠なりで進んできそうです。さあ今年の総理杯混戦模様の一戦になりましたが、まずは1コースへ馬体吉則、準優勝戦はただ一人王道のイン逃げで初のファイナル1号艇ゲット、一気に頂点上り詰めます馬体のイン戦。そして続くのは準優勝戦お手本のような2コースからの差し無心で決めた白井英治、無我の境地で悲願のタイトルへ。吉田拓郎3コース、 SG 初の優勝戦にしてレースの鍵を握るキーマンとなりそう。そして今垣、戸田、前回の SG 優勝も4角でした。坪井は5コース、今シリーズは想定外のスタートも流れは向いてきました坪井康晴。6コース、2年前の賞金王は昨年苦しみました。さあこの春兆しは見えた中島、優勝戦インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。内側2人が好スタートも3コースからやはり強力に吉田が伸びていく。しかしここは1番の馬体が逃げる展開、吉田のまくり届かず、そして白井と今垣の差しも届かない。馬体が逃げた、しかしすぐ後ろ今垣がつける、先頭2番手一定審判とわずかな差、さらに内から中島もやってきた。スタートは前提正常。さあ馬体が SG 初優勝へ向けて逃げ展開も襲いかかるか、白井、今垣、中島、この3人を抑えて馬体が一気に突き放しました。馬体が先頭、リードは三定審と広がって2番手に白井、一定審差続く今垣、この後ろは吉田、そして中島、坪井が最後方。優勝戦1マークを回って1番の馬体大きくさらに抜け出していきました。ややもたつきました白井2番手、そして離れて3番手に今垣になりました。見えてきました1番の馬体吉典、リードはさらに5停身と広がっています。これから優勝戦は2周2マーク、白井は2番手、そして3番手に今垣で旋回していきます。ホームストレッチに移ります。3番手争い後ろから吉田あるいは中島迫りますが、まだここは今垣が2手進リード。これから最終周回に入りました。 SG 初 V へ向けて残り1周を切りました。馬体吉典目前に見えてきました。最後の1マークを旋回していきます。今回が SG10 回目のチャレンジになりました。馬体吉典 SG 初 V 目前、そして3番手争いは吉田今垣の接戦と変わっています。初戦6コースからの勝利で勢いに乗りましたが、その裏には初の50キロを超える減量の努力がありました。準優勝戦ただ一人逃げて決めた優勝戦、馬体が制しまして、デビューから今年で20年、 G1 飛び越え一気に SG 初優勝、馬体ガッツポーズの五輪、白井2番手で五輪、今垣五輪、3番吉田五輪、6番中島五輪、5番坪井五輪。